宮永スパイ事件とは、ソ連軍の情報機関であるグラが、日本の陸上自衛隊に、ソ連側のスパイの名前から、コズロフ事件とも呼ばれる。情報の受け渡し、現場となった、勾配坂、宮永幸久陸商法は、陸軍士官学校卒の陸上自衛官で、調査学校の副校長も務めたソ連情報の専門家であった。非常に真面目で、学級肌の人物であったという。 そんな宮永が再就職の圧線を求めて1973年12月にソ連大使館の武官 PEI リバルキンに接触したことから事件は始まる。翌年の1974年3月にリバルキンから連絡があり、二人は渋谷駅付近で接触した。はじめは中祖関係について意見を交わすだけであったが、ある時ソ連は中祖線に備える必要があるとして、 情報協力を要請された宮永は5月に退官すると中国の軍事関連の資料を渡すようになる。はじめは交換情報にコメントをつけて渡す程度であったものの、現金を受け取るようになるとリバルキンからの要求は次第にエスカレートし、リバルキンはついに秘密情報を要求するようになる。これを宮永は承諾し、宮永はソ連のエージェントとなった。 1976年11月には、中央資料隊時代の部下から、秘密文書の保管事務を担当する隊員を紹介される。宮永は、私的研究のためと言って、彼らを説得し、隊員らも秘密文書を宮永に渡すことを承諾する。1978年11月には、運営はソ連からやってきた、GG マリアソフ中佐に引き継がれた。マリアソフは宮永に、 乱数放送の日程表や乱数表といった道具を、私、暗号通信の方法を指導した。1979年8月に工作は、UDN コズロフ大佐に引き継がれ、協力者としての本格的な運営が開始された。コズロフは宮永に、いくつかの重報技術を教え込んだ。一つは、デッドドロップと呼ばれる方法である。これはあらかじめ決めた場所を使って、 資料の入った箱などをやり取りすることで情報を受け渡す技術である。このケースでは特定の場所に缶を埋めることで情報のやり取りを行った。もう一つはあらかじめ決まった場所に印をつけることで連絡を取るマーキングである。このケースでは緊急時の連絡のために使われ特定の掲示板に印をつける予定となっていた。グラはこれらの技術を教え込むことでソ連から 暗号通信で指令を受けた宮永が部下を使って自衛隊の秘密を入手しデッドドロップを使ってコズロフに渡すという指令、情報伝達の仕組みを作り上げていたことになる。宮永が逮捕されたのはソ連大使館に出入りする日本人を視察していた警視庁公安部外事大一課が頻繁に出入りする宮永を不審に思い捜査を始めたのがきっかけであった。 自衛隊の中央調査隊も宮永を捜査していたことから合同捜査の体制になったが宮永への監視作業などは警視庁が行った。その結果、1980年1月には東京都千代田区神田駿河台のニコライ道沿いの勾配坂で宮永とコズロフがすれ違いざまに情報を渡していた様子が現任された。最初を終えた警視庁公安部会時代一家は 逮捕を決断。翌日に宮永と隊員二人が逮捕され、家宅捜索の結果、宮永の自宅からは、証拠として、スパイ道具が多数押収された。コズロフには、外交特権があり、直接逮捕することはできないためソ連大使館を通じて、コズロフに出頭要請を行ったものの、コズロフは、要請を拒み、ソ連に帰国した。宮永が、スパイ行為に手を染めた動機は、 自分でソ連から情報を取ろうとしたためと言われている。情報の世界にはギブアンド・テイクという手法があり、宮永はあえてソ連武官に近づきその手法を使って情報を交換することで中国や北朝鮮の情報を取ろうとした結果逆に利用された、つまりミイラ取りがミイラになったのではないかという。このような事態が発生した原因として当時の陸上幕僚長であった 長野茂とは調査学校の教育が中途半端であったと振り返っている。また、宮永が現金を受け取ってしまったことも問題であった。情報交換の際に、情報の代わりに現金を渡してくることがあるが、現金は絶対に受け取ってはならないのだという。宮永と二人の部下は、陸上幕僚幹部調査部の部内士である、軍事情報月報等の秘密資料12点を、 ソ連部官に渡した自衛隊法第59条違反の罪で起訴された。元情報士官である元陸将の広瀬栄一が特別弁護人を務めた。3回の後半で宮永には懲役1年、他の2人には懲役8月の実刑額だった。情報の観点からは、米軍の情報が漏れたかが注目されたが、裁判で問題になった秘密資料に、 米軍からの情報はなかった。しかし、同じく、ロシア情報の専門家である平地ログズー、モトリク商法は、裁判では公にできなかったものの、宮永がソ連に流した情報の中には、日米両軍が定期的に行っていた日米情報連絡会議で、米軍から受け取った国費資料があったとして、米軍からの情報がソ連に渡った可能性を指摘している。ちなみに、 宮長らが裁かれたのは、秘密文書を漏洩させた罪であって、スパイ活動を行った罪ではない。2018年現在、日本の法律では、スパイ活動を罰する法律はない。なお、宮永事件以後もロシア駐在部官が関与している、情報流出事案は2000年のボガチョンコフ事件や2015年の共犯流出事案などがある。この事件の責任を取る形で防衛庁長官の、 久保田円次と陸上幕僚長の長野茂斗が辞任した。公認の陸上幕僚長には鈴木里志通りのほかに飯山茂も候補の一人に上がったが逮捕された自衛官が部下であったことから結局鈴木が就任している。この事件が田中派と福田派の暗党に利用されたという指摘もある。久保田円次は当初福田武雄に相談したところ この程度のことで辞める必要はないと言われたが、国会で問題になると、田中派の金丸真に呼び出され、この際、お辞めになったらどうですかと引導を渡され辞任に追い込まれたという。防衛庁の中には、後藤田正春ら田中派の旧内務省人脈が、防衛庁から福田派の久保田縁継を排除して、警察官僚で支配するために利用したという意見もあったという。ただし、 クボタの公認には福田派の細田義蔵が就任している。スパイ事件の摘発には報復がつきものである。この事件の報復として起きたと考えられているのが、飛びりしォッカ事件である。摘発からちょうど2ヶ月後の1980年3月18日、在モスクは防衛駐在官であった平野コーナオラ2人が、グルジアの飛びりしを視察中。 レストランで同席した男の進めてきたウォッカを飲んだ途端激しいめまい、吐き気、背中の痛みなどを訴えた。平野らは辛くも命を取り留めたものの、日本警察はグラの報復と受け取った。この事態を受け、直後に警察アタッシェとして赴任していたウルマイワオが現地に入り調査を行った。平野のぬかしゃ者の鑑定ができなかったため真相は、 不明であるものの、ウルマはグルジアではウォッカを飲む習慣がないことから、グラが報復を暗示するためにメッセージとしてウォッカを使ったのではないかとしている。1985年には国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案が、議員立法として提出されたが、審議未了で廃案となった。ありがとうございます。